いてみます、お願いしますね。まあもうあの本当に高齢化でね、もう寿命がどんどん伸びちゃってね、あのうちにもいるけどね、なんか生きてるかよくわかんない爺さんがね、なんかもうこげんって毎日暇だろみたいなね、動くときもこんなゆっくりでね。でもあれなんでね、あんな動くのゆっくりか知ってますか、あれね。あれ早くねキビキビ動いちゃったらね、もう本当にねその後やることないですからね、あれ多分ね、わざとだと思うんですけどね。でもだってキビキビ動ける老人もいますからね、元気な最近の元気ですからね。もうびっくりしたのはね、もうエベレスト80歳で登ってる元気なじいさんいてね、すごいですよ。あんな雪山にね、酸素薄いのに、うちのじいさんなんかだって平気でもね、なんか苦しそうなのにね、元気で酸素ねふんだんにあんのに ね平気でもなんか遭難するんですから、うちのじいさんね、ぐるぐるまた家戻ってこなくなっちゃってね、怖いですけど。でも若いね、本当に今も還暦でも若くてね、爆風スランプのね、サンプラズの中野くんとかなんてもうあれ還暦ですからね、ねえくんって年じゃないだろうとか思ってね、ねえで歌ってるんですからね、走るよ走るってランナーね、60歳で走れないですよ普通ね。でサンプラズじゃなくて、あった本当はだって老眼鏡ですからね、もうあの年だったらね、若いなとか思ってね。でもそれで一番驚いたのはでもね、秋元康なんかとっくに還暦超えててね、でもなんかもう女の子がね胸がドキドキしたみたいな歌詞書けるんですからね、え普通の60ならなんかね、胸がドキドキした高血圧でとかね、そういう歌詞になっちゃいますからね、大体ねえ。で一番有名なの会いたかったとかでもね、自転車全力でペダルこぎながら坂を登るって言ってね、なんかそういうなんか細かいね情景描写もね、あの年で描けるっていうね。普通の大体60歳ならね、自転車じゃなくてのね、自動車全力でペダル踏み間違えちゃうとかですからね、普通の60なら大体ね、危なかったとか言ってね、会いたかったじゃなくて笑えないですけど ね。でもね感性が若くてね、やっぱね、この前もでも映画見てたんですけどね、ロッキーね、ボクシングのやつ、最後でも主役のスタローンがね、もう還暦でねボクシングやってましたからね、すごいですよ。で普通だったら老人虐待になっちゃいますからね、あんなのやっててね。でもあれです、うちのじいさんもすごいです、あれですかね、ロードワークしてますから ね帰ってこない時ありますけど、でもマウスピースはちゃんとしてますからね、すごいです。パンチされてないのに前上とか出してましたけどね、入れ歯だったとか言ってね。そうですけど、でテレビでね、家族と見てたんですけどね、うちの親父なんかひどくてね、こうね元気だなとか言って、うちのじいさんならサンドバッグになっちゃうよとか言ってね。でも妹がそうしたらまたね、サンドバッグにもなれないとか言い始めてね、サンドバッグならこうやってねバッて泣くとね戻ってくるけどね、うちのじいさんのねどっか行ったら戻ってこないから、ね、忘れちゃってとかね、サンドバッグね どっか徘徊しないからね、サンドバッグの方がいいとか言ってね、むちゃくちゃいいなこいつとか思ったんですけどね。まあでも元気なのはな、いいことですけどね。でも大変なのはこれからね、生まれてくる子供とかね大変ですよ、老人ばっかでね、こんなにねエコーとかでね、こっちの様子見るのいいけどね、そっちの様子も見せてくれって思いますからね。出てきてびっくりですよ、老人ばっかでね。あれだって出てくるとき泣いてるのは嫌で泣いてるんですからね、やだやだっつってね。ね、でもこのでもね、もう寿命を例えるならね、もうセミで言ったら例えばね、セミ7日の命ですけどね、もう7日以上生きてね、なんか夏終わってもビンビン泣いてるみたいなことですからね。ね、秋になってトンボ出てきて困りますよね、止まるとこないとか言ってね。日本は今そういう状況ですからね、本当に。もっとはなんか分かりやすく言ったら、例えば野球部で言ったらね、夏終わったのになんか3年生引退してくれないみたいなね、下級生困っちゃってね、もうなんかねグラウンド整備ばっかりやらされちゃってね、そういうあれですけどね。だからたまに若者なんかね思ってる人もいてね、やっぱ3年生もね、もうセミも夏終わったら引退してくれないとね、その後のトンボが大変ですからね。